ラジオネーム薄い塩さん、はい、最近シーシーが遅刻する時の気持ちが分かる気がするようになり、大人数で遊ぶ時俺いる？とか難癖つけて面倒くさがったりしてたら誰もにも誘われなくなりました。どうすればいいでしょうか。でも椎名さんもさ、うん、あっちし今日行かなくてもよくないとは言わなくない？言う？あーでもたまに言うかもな。え、5人だったら奇数だしいらなくないみたいな。あーそうなんだ。どうなんですか、うん、これは椎名さんが一番気持ち分かってあげられるんじゃない？わかるけどね、うん、あたしはでもすぐ誘うからね。あー、その後の埋め合わせをするってこと？あー、そう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 。あー、そうなんだ。結構誘うな、自分から。え、自分から誘った場合はちゃんと来るの？行く時もあるね。行くね。自分からでも誘ったらさすがに行くかな。あー、そうなんだ。うん。でも、大人数で遊ぶときは本当にね、うん、どっちでも良くないか。え？って言っておけばいいじゃん、その…なんか行けたら行くわみたいなさ。うん、あ、最初からそのスタンスで行った方がいいな。てか私が意外なの、お会話なんでめんどくさくならないのって。当日になったらってこと？うん。それは約束してるからだよ。約束してるからだよ、それは。で、行けそうか分かんないときはそれこそ、その行けそうだったら行くけどみたいな、その、うん、数がしっかりしてないとダメなんだったら今回はやめておくっていうかな。あーまあ一部そうなのかな、一部の人は。すごいさ、都合悪そうな顔すんのやめてよ。いや私行くから最近、うん、ないもん。まずそんな遊びに行ってないけど、あ、なんか会った時はそう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 、ちゃんと行ってるかも。なんで買われたの、うん、じゃあ。あー、行くようになったってこと。そう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 。あー、なんだろう、配信で暴露されるようになったからかな。あー、これ行かなきゃまた言われると思って、そう、行くようになったかも。結構遅刻もあんましないし。うん、配信で暴露されたらみんなから非難されるからね、それはダメだぞみたいな。なんで何千人にも否定されなきゃいけないんだって言っちゃないからね。前までは4人で遊ぶなら3人に批判してたのがさ、なるほど、何千人も言われるからね。あー、なるほど。え、じゃあこの人はどうしたらいいんですかね。もう晒すしかない。な、晒される。友達にさらされるしかないんじゃないの。あー、で、クラス中のみんなに、そうそう、言われなきゃダメってこと。言われて、あー、ダメだ、ダメなんだ。あ、じゃあ、こうなる前に、こうなる前に、あの、約束をしちゃったら行きましょう、じゃあ。ね、だからもう多分今めっちゃ反省してるよ。誘われなくなりました、てんてんてんって言ってるから。あー、そっかそっか。もう多分変われよ、自分が。確かに椎名さんだって、うん、一見世間に許されているように見えてちゃんと何千人に非難されているっていう事実。非難されてる。私でも非難されるんだから、それはもう次からは何でも行くようにすればいい。もう、あー、だそうです。うん、そうしよう、反省しよう。おもろすぎだろ。確かに僕さ、この前あのチームナスでさ、たこ焼き配信あったじゃん、うんうん、あん時に帝国にちゃんと椎名さんいたの、僕びっくりしたんだよね。あー、いたよね。いたいた、ちゃんといた。もう多分朝から震えてたんだろうな、多分。あー、これでまた、またさらされる。遅刻したらさらされると思って。もう寝てないよ、そうなったら。もう夜から、前日の夜から。あー、なるほどね。こうやって人は大人になっていくんだね、うん、そうだそうだ、怖い。そうなったらもう夢でしか楽しいことなくなるんだぞ。こら、こら、夢の中が楽しくなるわね。あー、理解しました。そうです、完成しましょう、ごめん。そうだね、薄井塩さん頑張ってください。頑張ってください。はい、はい、じゃあ続いていき